どんどんね、やっぱり世界的になんかそういう風になってきてるような、感じはするんですよね。で、どうしてもその、なんていうんですかね、いろいろこう、今って何でもかんでも便利になっていってるわけじゃないですか。そうですだから、その、なんていうの、喜びを感じづらくなってるなってすごく思うんですよああ。ね。何でもこう、苦労しなくて手に入ってしまう。苦労しなくて、まあ、調べるものもそうだし、やろうと思ったことが、何でもこう、すぐできちゃうから、そこでこう、本来だったらそこに行くまでにいろんな努力をしたりとか、自分で探したり調べたり、して、ようやく分かって手に入ったりするものが、すぐにできてしまうから、なんかその、自分の力で何かしようっていう、その人間本来の持ってる力みたいなのが弱ってる気がするんですよね。それ素晴らしい話じゃないでしょうか。ご飯だってお腹減って食べるから身にもなるし、美味しいし。昔、小さい頃、腸閉塞っていう、まあ、病気をして、2回手術をしたんですよ。小学校の時と中学校の時に。で、その時に、本当に何も食べれない日々が3週間ぐらい続いて、で、その後に飲んだ、本当に味の薄いコンソメスープが、人生で一番美味しかった。いや、上があって、上の後そうなんでに。すよ。もう本当ね、涙が出るほど美味しくて、で、なんかその、やっぱり、食べ物って今これだけ溢れてて、なんかその、何でも、ね、少しのお金を出せば何でも食べれるっていう時代になった時に、なんかこう、逆にこう、食べるものがありすぎて悩んだりしちゃってるわけじゃないですか、スーパー行っても、そうそですの、ね。外食するにしても。だからなんか、そこで、自分自身がなんか、逆不幸になっちゃってるっていうかね、選ぶものが多すぎて。素晴だらしいから、な。本当にその、必要な栄養で、自分は筋肉がどうしても、そのやっぱり、筋トレが好きなので 筋肉を落としたくないっていうのもあるので、家で鶏肉と卵と納豆とご飯しか食べないとか、そういう、まあ、生活をしたりしてるんですけど、だなんかその、それも、やっぱり、立ち返ってみると、昔は食べるということが、本当にこう、もう、まあ、狩猟民族の話まで戻るんですけど、その頃って命をかけて何かこう、食べ物を得るっていう生活だったわけじゃないですか。でも、それがだん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 こう、今現在になって何でもすぐ手に入るっていう。だから、その、本来の人間の持ってる、さっきの話に戻ると、力が弱くなってる。だから、そのなんかこう、サバイバルしていくっていうんですかね。なんかその、その方が、喜びが大きいんですよね。